大雨の影響で大量の流木やヨシなどが流れ着いた有明海沿岸で今日から漂着物の撤去作業が始まりました。県内を襲った今回の大雨で有明海沿岸には大量の流木やヨシ、家庭ごみなどが流れ着いています。このため県は今朝から佐賀市川副町の有明海沿岸で漂着物の撤去を始めました。およそ10人の作業員がクレーン車で大きな木やヨシなどを集めたり、分別しながらペットボトルなどを拾ったりしていました。かなり大変な作業になっておりまして、結構時間を要するとは思っておりますけれども、できるだけ速やかに、漁業に支障がない形で、対応したいと思っております。段取りができましたところから随時、対応をしてまいりたいと考えております。今後は小城市や鹿嶋市の有明海沿岸でも漂着物の撤去が行われる予定です。県は有明海で海苔養殖に向けた支柱立てなどが本格化する9月上旬までには撤去を完了したいとしています。